はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？お絵かきマクナロークラブ似顔絵花です。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、でですね、今日もですね、ノーカットのですね、似顔絵解説動画やっていきたいと思います。はい、で今日のモデルですね、こちら、はい、藤田ニコルさんということでね、こちらの描き方を解説付きで、やっていきたいと思います。はい、あとね、ここまで、似顔絵のね動画を上げてるっていうチャンネル他にねないと思います。私過去に200本近く上げてるので、それを見ていただくと本当に、似顔絵描く上でのねスキルかなり身につくんではないかなと思いますので、ぜひ、過去の動画も見てみてください。お絵描きうまくなろうクラブのね、リンク概要欄に貼っておきますので、そちらで、ぜひ過去の動画チェックしてみてください。はい、で今回この動画を見ていただきますと、似顔絵描く上でのね、ポイントコツをね持って帰っていただけると思います。本当に似顔絵を描くポイントというのはね本当にたくさんありまして、1個の動画ではなかなか伝えきれないというのがあるので、こういった形で動画一つ一つ小出しにしてね、この動画で何か一つでも持って帰っていただければ、いいかなと思います。はい、やっていきます。今日はですね、まず最初下書きを見せてから、やっていきたいと思います。はい、で以前の動画でもね、こちらの動画でも紹介してるんですけども、まず一つ目が、輪郭です。輪郭はですね、これはまん丸でもいいですし、ちょっと逆卵型とかでもいいですしね。はい、取ります。そうしましたら特徴をちょっと3つ挙げてみましょうということですよね。目がね大きめでちょっと垂れ目かなというのと、唇がちょっと厚めかなというのと、そうですね、まつ毛が多いかなとかね、髪の毛の結構ボリューム感あるかなとか、そういうところですかね。はい、で目線ですね。目線のラインそして真ん中センターライン入れます。これでバランスがずれずに、似顔絵描けますというところですね。はい、で次 T 字を読み取ります。はい、T 字はねこの方近くもない、目近くもないですし、そんな離れてもないかなっていう目の距離感、そして鼻もね短くもないし、そうですね、若干長さも感じます。でもね結構同じぐらいの長さかなということで、やっていただければいいかなと思います。はい、で次ですね、4つ目が、配置大きさ角度ということで、パーツのね、眉目鼻口の配置と大きさと角度、これをしっかりと見極めて、書き記せば似せることができますよということでやっていきましたね。はい、で下書きちょっとやっていきたいと思います。まず僕はね輪郭丸取って、そして目線、センターライン引いてですね、その次ですね髪の位置だけ書き記します。目のちょっと上ですよね。目のちょっと上にこの前髪来てるなーっていうのと、ちょっとこの辺で髪の毛でちょっと切れてるなーっていうのと、もうちょっと頭ボリューム感あるなーっていうのと、大体のね、こんな感じの髪型かなーっていうのを書き記します。今回手はちょっと省略します。はい、前髪がこう来てるなーっていうのと、で目がねちょっと垂れ目なんでこうしておきますけどね、大きいですよねって言うと、鼻筋これぐらい、鼻がこの辺かな、そんな大きくはないですね。ペッペッペッと、で唇が厚いんですね。ちょっと口を下目に書いておいて、唇をここの範囲ひねって書いてあげて、こんな感じですかね。はい、言ってしまえばこんなぐらいざっくりで、下書きをしてここにもペン入れしていくっていうような、一応流れになりますけども、ここからちょっと僕はねこれ頭の中で僕もすでにもうできますので、これを下書きなしで僕はちょっと書いていきますという解説の動画となります。はい、では、見ててください。そうですね、僕は輪郭から大体書くんですけどね、輪郭を、輪郭書きますと。で、この辺ちょっと髪の毛が来てるかなっていうのでね、はい、で、前髪が来てて、この辺までねパッツンですよね、前髪この辺まで来てるかなと。でこうね、前髪もこう長い線もあれば短い線もあるっていうような感じで書いてあげるといいですね。全部長い線だと単調になってちょっと見てて面白くないかなっていうのと、ちょっと機械的であんまりよろしくないかなっていうので、結構いろんな長さの線を入れて書くようにしてあげることをおすすめします。はい、
で、まあバランスですね、右を見ながら、左を見ながら右を書き入れていくということですよね。はい、でここまで来たらもう大体、まあ、形取りはできましたと。まあ一応輪郭、髪の毛いきましょうかね。大体ボリューム感どれぐらいかなって見てみながらね、書いていくんですね。はい、まあ、前回の、鶴瓶さんかなの動画割とちょっと好評でしたので、今回また、ノーカットの解説の似顔絵ですね、やっております。はい、ぜひ皆さん、思ったことを思い思い、ですね、コメント欄に書き込んでいただけますと私も励みになりますので、ぜひ皆さんの意見や、まあ、こんな動画見たいですとかね、いった声ぜひ聞かせていただくと嬉しいです。はい、まあ、こんな感じで、あんまりディティールがね、書き込みすぎると本当に時間がね、なくなってしまいますので、だってシンプルなラインでね、表現してあげることをおすすめします。はい、さあさあさあ、もうそろそろ顔の中入ってきますよ。女性の髪の毛はね、結構慣れるまで難しいと思います。はい、あと時間はかかりますからね。まあ、こんな感じで、いいんじゃないでしょうか。でこのね、白黒だけでも奥行き感を出すためにこの首のね、このところは結構暗くなってますので、こうペンで塗りつぶしてあげるとってもいいかなと思いますね。こんな感じで、はい、そしたら顔の中ですね、いきたいと思います。まあ垂れ目さんで目が大きいので、で前髪があってこの辺ですよね。まあと、女性の方はね、こうお化粧をされてたりですとか、まつげつけ、まあエクステとかねされてると思うんで、こうちょっとここのアイライン2、3回こう引いて太くしてあげるといいですね。男性はもう1回とかでいいと思いますけどね。長いです、こんな感じで、この下まつげも不規則で描くといいですね。はい、で次はこっちの目ね、ちゃんと左を見ながら描くんですね。まつげ長いですから。はい、でここから目ですね、黒目。ハイライトは女性はね、結構大きめで描いてあげると可愛く仕上がりますので、これまあ僕いろんな動画で言ってると思うので、ぜひ意識して、ハイライトちょっと大きめでね、女性描くときはやってみてください。逆に男性描くときはハイライトね、ほんとちっちゃめでいいので、あんま大きくするとほんと可愛らしい、お顔になってしまうので要注意ですね。はい、まあ、こんな感じでね、結構出来上がってきてます。はい、次鼻ですね。慣れてくるともう大体こう見た感じでこの辺かなっていうのが、分かってくるんですね、下書きがなしでも。はい、こんな感じで書いてあげましたら、あとは口ですよね。口、
口角結構上がってます。そしてこの唇がポイントチャームポイントなのでしっかりと描いてあげて、こんな感じで下唇も分厚いですね。ということでこんな感じ。はい、こんな感じですかね。そしてちょっとこれ黒白黒でやるんでちょっとねやっぱり立体感出したいなっていうので、この上唇は僕はちょっと線で、はい、こんな感じでね、やってあげますということですね。はい、これで、完成でございますかね。はい、これで藤田ニコルさんの完成です。はい、まあ、最初の下書きからですね、それは僕は頭の中でもやるので、それをあれさっきの下書きをベースにこんな感じで書いていただくとそっくりでね、書いていただけるかなと思います。はい、まあ、一つ一つの動画に必ず何かしらの似顔絵、それでいろんな人を描く時のポイントを散りばめてありますので、逆に一つの動画でね、本当に全部の似顔絵のポイントとか 特徴を書くポイントとかね、そういうのをね詰め込むの方が難しいので、こういう感じで小出しでね、やっていこうかと思います。まあ、今日はこの垂れ目の目がね大きくて、まあ、この唇がチャーミングな藤田ニコルさんということで書かせていただきましたね。はい、まあ、下書きがベースがこれですね。はい、まあ、皆さん書くときはまず下書きなしはね本当に、結構キャリア積んでからやっていただければと思います。まあ、この下書きあってのこれにペンで書き込むとこんな感じになりますよということですね。まあ、ペンでこの上に書いた後はこの下書きは消していただくっていうのをおすすめします。はい、ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。そうですね、まあ、以前からお伝えしてますこの4つのステップ、輪郭を形シンプルな形で取るというのと、特徴をね3つぐらい3つ以上上げてみるということと、3つ目、T 字ですね、目と鼻の距離感を確認しましょうということと、最後4つ目パーツですね、眉目鼻口、今回はねこの眉毛隠れてましたけど、まあ、垂れ眉なのか、つってる眉なのか、太い眉なのか、細い眉なのか、薄い眉なのか、ね、そういうの見ていただいて、そうですね、目が大きいのか、小さいのか、つってるのか、垂れてるのか、ということですね。はい、あと、鼻が大きいのか、小さいのか、唇が分厚いのか、薄いのか、口が大きいのか、小さいのか、ということをね、配置、大きさ、角度をですね、意識していただくということで、下書きを書いて、それにペン入れをしていくと。いうことで、この手順で書いていただくと似顔絵ね、上手に描けるようになっていくかなと思いますので、これからもぜひ皆さん、私の YouTube のこの動画ですね、お見逃しないようにしていただくためにもチャンネル登録ですねぜひお願いいたします。はい、そして私似顔絵のね、オンラインレッスンですねやってます。はい、私がね、これまで8年間かけて学んできた、勉強してきた、描いてきた似顔絵です。それをね僕がいろんな失敗試行錯誤をしてきたのを最短期間でお伝えができると思います。そのプロセスなしで似顔絵をね短い期間で習得したい、本当にやる気があるので、やりたいですという方はですねぜひお申し込みお問い合わせいただければと思います。はい、まあ、この動画の最後に詳細載っけてますのでそちらからご連絡いただければと思います。はい、ということで、今日の動画は以上となります。今日もねノーカット似顔絵、解説動画となっておりました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん次回の動画も見に来てください。はい、またお会いできることを楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。さよなら。